巨人と怪人この穴は奥が深いしいくつも枝道があるもう大丈夫だ決して見つかる心配はない覆面の狩猟は岩穴を奥の方へ歩きながら自信ありげに言うのでしただが不思議ですね。 陸の方の出口からはおまわりが入ってくるし鉄の人魚の中には敵のやつらが入っているし魚形潜航艇はいつの間にか機械が壊れているし一体どうしたというのでしょうね後ろから狩猟の跡を追いながらジャックが声をかけましたうんどうもみんな明智小五郎の仕業らしい。 あいつがどうかしてこの洞窟を見つけたのだそしていろんなことを企らんだのに違いないそれにしてもわけがわからないのはキチのやつだあのおとなしい子供がいつの間にあれほどすばしっこくなったのか実に不思議だ岩穴の天井がぐっと低くなってきたので。 狩猟は背をかがめて歩きながら後ろのジャックに話しかけます。するとジャックは何がおかしいのかクスクス笑ってあ、あんたはまだそのわけがわからないのですかい。と妙なことを言いました。狩猟はその声を聞くとびっくりしたように立ち止まってジャックの声のする方を振り向きました。 なんだってそれじゃあ、お前にはわかっているのかわかってますよ。あの子供は、キ吉じゃないのです。えキ吉じゃないそれじゃあ、あれは何者だそしてキ吉はどこへ行ったのだキ吉は、沖のハヤブサ丸へ帰りましたよ。 どうして帰ったのだまさか泳いで行ったわけじゃなかろう。小舟に乗って行きました。その小舟はどこにあったのだそして誰がこいだのだ明智小五郎がこぎました。船は漁師から借りたのですよ。明智と賢吉は親子の漁師のようなふうをして、我々の目をくらましたのです。 それを聞くと狩猟は暗闇の中でぐっとジャックの腕をつかみました貴様それを知っていてなぜ今まで黙っていたのだなぜ俺に知らせなかったのだうこれには訳があるのです後で説明しますそれよりここはどうも窮屈ですねもっと広いところへ出ましょう うん、少し奥へ行けばまた広くなる。こっちへ来るがいい。狩猟はそう言って先に立って体を曲げながら前に進みます。10メートルも行くと広い洞窟に出ました。さあ、ここならいいだろう。で、キ吉がハヤブサ丸へ逃げたとすると、さっき俺が追っかけた子供は、 一体何者だ明智小五郎の少年助手の小林です。えっあれが小林だってそうですよ。賢吉ではとてもあんなにすばしっこく働けませんからね。つまりこういうわけです。明智小小五郎は小林と マネキンの首と藁束を持って、洞窟に忍び込んだのです。そして、藁束に賢吉の服を着せ、人形の首をすげて、牢屋の隅に座らせておき、賢吉には、漁師の子供の着物を着せて、はやぶさ丸へ連れ帰った。その後で、小林が洞窟の中を走り回って、 ケンが二人になったように見せかけたというわけですだが待てよ一体明智はどうして牢屋の戸を開いたんだ壊れていないのを見ると鍵で開いたとしか考えられないがその鍵はお前の他には持っていないはずだお前まさか明智に鍵を貸したわけじゃあるまいな そうですよ。貸した覚えはありませんよ。それじゃあ、明智はどうして牢屋の戸を開いたんだ狩猟、謎ですよ。ちょっと面白い謎ですよ。<laughs> 解けませんかね。この馬鹿にしたような言葉に狩猟は怒り出しました。こら、ジャック 貴様は俺をなぞなぞ謎遊びをやってる場合じゃないぞ貴様は何かまだ俺に隠しているなジャックは平気でしゃべり続けますつまりこういう謎ですよ鍵は一つしかないその鍵はこのジャックが持っていた。 ところが、牢屋の扉を開いたのは明智小五郎だった。この算数の答えは、どういうことになるのでしょうね。暗闇の中で狩猟は黙り込んでいました。ぎょっとして言葉も出ないのです。やがて、狩猟の震え声が聞こえてきました。<laughs> それじゃあ、貴様は…わ <laughs> かったようだね。その答えは、ジャックとアケチとが同じ人間だったというのさ。同じ人間だから、鍵を借りなくてもよかったのさ。パッと洞窟の中が明るくなりました。ジャックが懐中電灯をつけて自分の顔を照らしたのです。 その丸い光の中に、ジャックではなくて、あのもじょもじょ頭の明智光郎の顔がニコニコ笑っていたではありませんか。闇の中でカツラを取り、つけ眉毛を剥がし、顔の化粧を拭き取って、元の明智に戻っていたのです。貴様やっぱり、明智だったな 懐中電灯の光が狩猟の方へ向けられました。黒覆面の怪人は両手を広げ、今にも明智に掴みかかろうとする恐ろしい姿をしていました。やっと分かったね。君にしては随分気づくのが遅かったじゃないか。だが、まだ謎が残っている。それじゃあ本物のジャックはどこへ行ったのか。いつジャックと僕とが入れ替わったのか。 君はそれを知りたいだろう僕はこの洞窟にはきっと陸上への抜け道があると思った。それで土地の漁師に変装して海岸の崖の上を探しているとあの林の中の抜け穴からジャックが這い出してきた。僕はジャックの後をつけていって不意に後ろから襲いかかって縛り上げてしまった。そして 向こうの村の警察へ連れて行ったのだ。その時から警察とはちゃんと打ち合わせがしてあったのだよ。僕は一度はやぶさ丸に帰って、13人の裸の勇士を海底の洞窟の入り口から忍び込ませた。鉄の人魚の中に入っていた君の部下をやっつけたのは、その勇士たちだ。 それから僕はジャックに変装し、小林を連れて、陸の方から洞窟に入り、ケンキチ君を助け出して船に乗せ、ハヤブサマルに送り届けた。そしてまた、ここへ帰ってきた。ジャックの姿がしばらく見えなかったのは、そのためだよ。<laughs> 気の毒だが、鉄の人魚怪物団も、これで全滅だね。 懐中電灯の丸い光はさっきからずっと覆面の資料を照らしていました。彼はまるで黒い石にでもなったように身動きもしないで黙り込んでいるのです。明智はなお言葉を続けました。君は鉄の人魚を発明して世間をあっと言わせようとした。薄い鉄の鎧の中に酸素のボンベを取り付けて、 中に入った人間が水の底でも平気でいられるようにしたそういう恐ろしい奴が海の中からぬーっと現れてきたのでそれを見た人は本当の怪物だと思った新聞でも騒ぎ立てた君はどうかして太陽丸の近海の秘密を嗅ぎ出して船長の遺言書を盗もうとしたが失敗した そして、ケンキチ君のお父さんの宮田さんが、金塊引き上げをやることになり、はやぶさルがこの沖へやってきた。君はそれを知ると、この洞窟に根城を構えて、金塊を横取りしようとした。そこで、海底の戦いが始まったのだ。それから、いろいろ奇妙なことが起こった。僕たちは、この洞窟の秘密を知らなかったので、 非常に不思議な気がした。だが、とうとう僕がこの洞窟を見つけた。そしてジャックに化けて、ここへ入って探ってみると、君の企みや鉄の人魚の秘密がすっかりわかってしまった。そして、僕が勝ったというわけだよ。ところで、いよいよ君のその覆面を脱いでもらおうか。覆面の下に、 本当の君の顔があるかどうかわからないがね。そう言ったかと思うと、明智はさっと狩猟に飛びかかって、黒ビロードの覆面を引きちぎるように剥ぎ取ってしまいました。二重面相だ。やっぱり君だったね。懐中電灯の光の中に現れたのは、怪人二重面相 あるいは怪人四十面相の見覚えのある顔の一つでしたそれが本当の顔かどうかは分かりませんが前の事件の時一度見たことのある顔でしたそう言われて二十面相は一時はギョッとしたようですがすぐに気を取り直してふてぶてしく笑いましたふんふんふんはははは明智先生 しばらくだったなで君はこれからどうするつもりだね決まっているじゃないか君を警察に引き渡すのさははははははいい気なもんだね俺がおとなしく君に捕まるとでも思っているのかいこうするのさ 明智がパッと二重面相に組みつこうとすると相手はするりとその手の下をくぐっていきなり洞窟の奥の方へ逃げ出しましたお化けガニの最後明智は懐中電灯を振り照らしてその後を追いましたが二重面相の足は非常に速く。 向こうの岩角を曲がって見えなくなってしまいました明智がその岩角まで走っていきますと岩穴が二つに分かれていました二重面相はどちらへ逃げたのか分かりません明智がそこでちょっとためらっていたので二人の間はますます隔たってしまいました仕方がないので一方の岩穴を懐中電灯で照らしながら進んでいきましたが 二十メートルも行くとそこが行き止まりになっていました。大急ぎで引き返し、元の分かれ道に戻りました。そしてもう一つの岩穴へ入って行きました。しばらく進みますと、向こうの方に何かもやもやとうごめいているものがあります。ひどく大きな気味の悪いものでした。明智は伝統の光をその方に差し付けました。 するともやもやしたものの姿がはっきり見えてきましたそれは人間の2倍もある巨大なカニだったのですそれが飛び出した2つの目でこちらをにらみつけ大きなハサミを振り立て不気味な8本の足でガサガサと向こうの方へ張っていくのですお化けガニです明智は自分の目では見ていないのですが いつかはやぶさ丸の金塊引き上げのロープを切ってしまったあのお化けガニです本当にそんな大きなカニがいるわけはありません鉄板でで作ったカニです。そしてその中に二重面相が隠れているのでしょう明智がその方へ近づくとお化けガニはサッと逃げ出しこちらが立ち止まるとカニも止まって飛び出した目玉をくるくる回し 巨大なハサミを振り立ててここまでおいでというような格好をします。お化けガニは8本の足で横ばいをするのですから、とても逃げ足が速くて、さすがのアケチにもなかなか捕まりません。ホラーなは上り坂になり、だんだんそれが急になってきました。アケチはオーガニをどこまでも追ってきます。こちらがパッと飛びつくと、カニの方はガサッと逃げる。 その早いこと、どうしても捕まりません。ふと気がつくと、向こうの方がぼーっと明るくなってきました。おや、変だなと思ってよく見ますと、このホラーなには出口があって、そこから外の光が差し込んでいるのでした。ずいぶん坂道を登ったのですから、その出口はよほど高いところに開いているものでしょう。 お化けガニは恐ろしい速さでその出口に向かって突き進んでいきましたそこはちょうどトンネルの出口のように丸い穴が開いていてまぶしいほどの明るさです巨大なカニの醜い姿がその出口に真っ黒な影になって立ちふさがったかと思うと穴の外へさっと消えてしまいました明智は驚いてその穴に駆け寄り外を覗いたのですが 一目見るとクラクラッとめまいがして思わず首を引っ込めました。その出口は高い高い断崖の上に開いていたのです。切り立ったような岩がはるか下の方まで続いてそこに泡立つ海がありました。海面から何十メートルという高さです。そっと首を出してみますと。 お化けガニはそのまっすぐの岩肌に八本の足でつかまって、下へ下へと降りていきます。本当のカニではありませんから、そんなにうまく岩がつかめるものではありません。今にも滑り落ちそうで、見ているだけでもお尻の辺がくすぐったくなるようです。あけ <laughs> 明智は思わず声を立てました。お化けガニがずるずると滑ったのです。 一度滑り出せばとても止まるものではありません。八本の足が岩肌から離れてしまって、大ガニはさーっと下へ落ちていきました。そしてみるみる形が小さくなり、泡立つ海の中へ消えてしまいました。海に落ちても、大ガニの中の二十面相は死ぬようなことはなかったでしょう。いつかもあの大ガニは、 海のの底を平気でで歩いていてたのですきっとカニの中にも酸素のボンベがついていて二重面相はそれで息をして海の底を這い回ることができるのでしょう彼はそうしてどこかへ逃げてしまううのでではないでしょうかしかし用心深い明智探偵はこういう場合もちゃんと考えに入れていました。さっき 入り口の岩を動かしてこの岩穴に入ったとき、大急ぎで手帳の紙を破って、鉛筆で何か書いて、それを岩の隙間から外へ落としておいたのです。狩猟を追っかけてきた八人の勇士や小林少年がそれを見つけたに違いありません。そしてそこに書いてある指図に従って、八人の裸の勇士は水中メガネとボンベと水かきをつけて、 海底の洞窟の外へ泳ぎ出し、そこに待っていた五人の勇士と一緒になって、敵が海底に姿を現すのを待ち構えていることでしょう。それは明智が考えた通りに運びました。十三人の裸の勇士は洞窟の入り口のあたりを活発に泳ぎ回っていたのです。そこへ、海の上の方から大きなものが激しい勢いで落ちてきて、 すーっと海底に沈んできました見覚えのあるお化けガニです13人の勇士はそれを見ると八方から泳ぎ寄ってお化けガニに組みついていきました薄暗い海底の大,格闘です大ガニは巨大なハサミを振り立て8本の足をめちゃくちゃに動かして勇士たちを振りほどこうとしましたが 一匹と十三人ではいくらお化けガニでもかなうはずがありません長い時間の恐ろしい戦いの後お化けガニはとうとうぐったりとなってしまいました十三匹のアリがコオロギの死骸を運ぶような具合に勇士たちは天でにお化けガニの足を引っ張って海面に浮き上がってきましたするとそこに。 味方の先行艇がハッチの蓋を開いて待ち構えていたのです13人の勇士は先行艇に上りつきお化けガニを担いでハッチの中へ落とし込みましたそれから1時間ほど後「はやぶさ丸」の甲板には明智探偵と小林少年と13人の勇士が戻っていました そして甲板の床にはお化けガニの殻が投げ出されそのそばに怪人二十面相が息も絶え絶えに横たわっていましたそこには宮田さんや賢吉少年の顔も見えましたそれを取り巻く大勢の船員は両手を高く上げて万歳を叫んでいましたその後 太陽丸の金塊が残らず宮田さんの手に入ったことは申すまでもありません。